にちは、チーフのミオです。10月31日、本日のフロンティア TV を始めます。今日はハロウィンということでですね、当社ゆるキャラ、ボンティー風に、してみましたけれども、今日はこれでですね、近所を回ってお菓子をいっぱい取っていきたいと思います。さて、本日金曜日ですので、メールマガジンを発行しております。そちらをご紹介させていただきます。はい、今回で185回メールマガジンですね。1番目、不動産クイズ。ワンルームと 1K の違いはということで、答えはメルマガの一番下。また次回のフロンティア TV、 来週のブログ等でも、紹介させていただきます。先週のクイズは先週休みでしたので、賃貸物件はすぐに解約できるかということで、一般的にですね、1ヶ月以上前までの告知義務があるんで、1ヶ月前、ケースによって異なるので、必ず契約書を確認しましょう。今日出ますよと言っても大丈夫ですけど、家賃は1ヶ月先、までかかりますね。はい。続きまして、世界文化遺産富士山の見える賃貸物件。今週も1回2回が使えるテラスハウス LR という物件ですね。富士山眺望85点、電線以外結構見えますよね。はい、これ LR はですね、101号室102号室しかないので、どちらも、角部屋になりますね。で、上下階使えますから、ほとんど戸建て感覚で使えるというところですね。なんと全自動シャッター付きガレージ、ね、これガレージいいんですけど、1台しか止められないんですね。これ2台入ればいいんですけど、玄関からも車の方に行けますね。でリモコン式なので、帰ってきたら車の中にリモコン入れとけば、雨とか降ってても濡れずに行けますね。でクローゼットの前にはですね、鏡ついてます。だこの鏡は広く見えますけど、ちょっとなんか気になるかもしれないですね。部屋の配置気をつけていただければと思います。トイレは1階2階それぞれあるんですね。日当たりもいいです。キッチン、バルコニーですね。でシャンプードレッサー、追い炊き、浴室乾燥と設備も整っております。動画もありますね。気になった方チェックしていただければと思います。戻る。はい、地域情報、富士吉田市、今富士山検定20143級認定、の試験、これがですね、11月11日提出期限で、富士吉田商工会議所の方に提出するわけですけど、受験料が1000円かかりますね。なお問題はインターネット等で取れるみたいです。富士河口湖町、富士河口湖紅葉祭りがですね、明日から11月1日から24日、までやっております。9時やるんだね。9時から19時、ライトアップは22時まででやってるみたいです。はい、それでは本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。